人が貧困化している現在、国民の6人に1人が貧困、高齢者の5人に1人が貧困。一方で国会議員、自民党の4分の1は数千万円に及ぶ裏金を猫回しても逮捕すらされない不思議な国、日本。この状況を変えなければ孫や子供の時代はお先真っ暗。それを変える力を持っているのがこの国の最高権力者であるあなたです。一緒に声を上げてください。いいですか。今すぐやめろ。裏金やめろ。裏金猫ババやめろ。裏金猫ババ犯罪です。裏金猫ババ逮捕だ。裏金議員は逮捕だ。とっとと逮捕だ。今すぐ逮捕だ。議員をやめろ。小田原。御用だ。令和新選組と申します。あなたのおかげで食べて生きているはずの国会議員たちがあなたの知らないところで裏金で猫ババ。そして一方、国民は放置プレイの上で貧困は拡大。こんな世の中黙って見てられません。みんなで声を上げよう。この国の最高権力者はあなたです。あなたがいなきゃ社会は変わらない。あなたが声を上げて一緒に社会を政治を揺らしていこう。ここ栃木から長田町響き渡る声でお願いします。いきますよ。参加するなら出たり入ったりしないでください。わかりました。やめろ。消費税やめろ。消費税やめろ。金持ちから取れ。消費税やめろ。消費税やめろ。金持ちから取れ。金持ちから取れ。インボイスやめろ。金持ちから取れ。大金持ちから取れ。今すぐ減税。お金が足りない。物価が高すぎ。お金が足りない。減税。年金上げてけ。日本だけ30年間も不況が続く。ただ一つの先進国、それが日本という国です。そこにコロナがやってきて物価高になっても政府は知らぬふり。今足元でバタバタと中小企業、零細企業が潰れている。これを放置すればさらなる不況がやってくる。そうさせないために政治があって経済政策があるはず。まずは減税、大減税。消費税は廃止しかないと思いませんか。消費税廃止。金持ちから取れ。
国民の6人に1人が貧困、高齢者5人に1人が貧困、単身女性4人に1人が貧困、一人親家庭2つに1つが貧困。その一方で大企業はこの10年以上の間に138兆円もの現預金をため込み、一部国会議員は数千万円に及ぶ裏金で声太っている。それでも辞職はなし、それでも逮捕されない、こんな世の中おかしいじゃありませんか。みんなで声を上げてこの腐り切った政治をひっくり返してやりましょう。栃木の皆さん、準備はいいですか。イエーイ。裏金やめろ、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 裏金猫ババやめろ、裏金猫ババやめろ、裏金猫ババ犯罪です、裏金猫ババ犯罪です。今すぐ逮捕だ、今すぐ逮捕だ、今すぐ御用だ、今すぐ御用だ、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 裏金議員は逮捕、逮捕、裏金議員は逮捕、逮捕、裏金議員は今すぐ逮捕、裏金議員は今すぐ逮捕、逮捕だ、お縄だ、そうだ、お縄だ、お縄だ、御用だ、お縄だ、御用だ、今すぐやめろ、今すぐやめろ、裏金やめろ、裏金やめろ、国民にキックバック、国民にキックバック、国民にキックバック、今すぐ減税、今すぐ減税、生活厳しい、生活厳しい、物価が高すぎ、物価が高すぎ、下げろ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 、税金下げろ、税金下げろ。ありがとうございます。どの国においても景気が悪い時には減税、どの国においても景気が悪い時には給付金を出す、社会にお金が回っていない状況が不況だからこそ、政府が経済政策でお金を継ぎ足して、みんなの使えるお金を増やし、全国津々浦々にお金を回すんです。当たり前の経済政策すらせずに、一部の国会議員だけ裏金猫ババ許してはならない。いきますよ。裏金議員は逮捕だ、逮捕だ、裏金議員は逮捕だ、逮捕だ、今すぐ逮捕だ、今すぐ逮捕だ、裏金やめろ、裏金やめろ、猫ババやめろ、猫ババやめろ、裏金猫ババ今すぐやめろ、猫ババ今すぐやめろ、裏金猫ババ今すぐ逮捕、猫ババ今すぐ逮捕、逮捕だ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 、裏金議員は逮捕、逮捕、裏金議員は逮捕、逮捕、今すぐ逮捕だ、今すぐ逮捕だ、御用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 だ、無視も悪いよのう、お主も悪いよのう。ちょっと待て、逃げ切れると思うな、叩き切る。相手役やってる、72点令和新選組と申します。ありがとうございます。この国の政治を動かしているのは政治家ではありません。大きな資本、大企業が最大限自分たちに利益を還元できるように、お金の票で議員たちを買収する、党を買収するのが当たり前の30年、結果世界のトップに躍り出た日本は今やアジアの転落国家、ジャパンアズナンバーワン。そんな国の経済を取り戻すためには、まず国民経済、あなたの使えるお金を増やす、昨日よりも今日、先月よりも今月、そのためにはまずは減税、社会保険料の減免、悪い物価高が収まるまでの間給付金を出す、当たり前の経済政策をみんなで求めよう。いきますよ。イエーイ。物価が
高すぎ、物価が高すぎ、税金高すぎ、物価が高すぎ、税金高すぎ、今すぐ下げろ、税金下げろ、今すぐ上げろ、景気を上げろ、お金を出せ、減税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 、景気が悪い時に減税をしたり給付金を出す、これは世界の常識。一方日本は30年近くも先進国の中でただ一つ不況が続くという低たらく、そこにコロナ、そこに物価高で国民はあえいでる、零細企業中小は倒れてる、これを止めるのが政治の役目だろう。今すぐ減税、今すぐ減税、インボイスやめろ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 、消費税やめろ、消費税やめろ、金持ちから取れ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 。皆さんご存知でしたか、日本という国は世界で2番目、世界で2番目に富裕層、つまりは大金持ちが多い国なんです。お金がないわけじゃない、お金はうなるほどある。そして大企業資本家たちはこの10年以上の間に現預金、現金139兆円近くも新たに貯め込むことになった。あなたから奪って、あなたから絞り取って、その利益は一部の人に還元されるなんて許せません。みんなで変えていこう政治を、みんなで変えていこうルールを。ないところから取るな、あるところから取れ、みんなで雇用を上げるぞ。教育無償化、教育無償化、教育無償化、お金が足りない、お金が足りない、物価が高すぎ、景気を上げ、下げ、今すぐ減税、インボイスやめろ、インボイスやめろ、消費税やめろ、金持ちから取れ、消費税やめろ、物価が高い、お金が足りない、給料上がらん、今すぐ減税、現金給付だ、現金給付、今すぐ給付、お金をよこせ、国民にボーナス、令和新選組と申します。皆さんには国からのボーナスはないのに、どうして自民党の4分の1の議員だけ裏金というボーナスがガバガバ入ってくるんですか。裏金をネコババ自民党の4分の1の議員たち、数千万円のネコババをしても逮捕されない、議員辞職しない、こんなふざけたことも許してはこの先真っ暗だ。みんなで声を上げてまいりましょう。いきますよ、
裏金やめろ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 裏金ネコババすぐやめろ裏金ネコババすぐやめろ裏金ネコババ犯罪です。裏金ネコババ犯罪です。裏金ネコババ逮捕だ逮捕だ裏金ネコババ逮捕だ逮捕だ教育無償化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 今すぐ無償化今すぐ無償化ちょっと無償化ちょっと無償化お金が足りないお金が足りないお金を回せお金を回せ教育無償化教育無償化健康投資だ健康投資だ。令和新選組と申します。日本は先進国 OECD の各国の中でも教育に金を出さないドケチ国家です。本人とその家族に負担がかかるオーライようこそ。みんなで声を上げよう。この国の若者はこの国の未来、つまりは宝です。その若者たちを切り捨てるようなことは許さない。まずやれることは子育て支援、そして何よりも教育の無償化、みんなで求めていこう。この国のオーナー、最高権力者はあなたです。総理大臣なんて雇われ店長にすぎない。いきますよ、教育無償化今すぐ無償化現金給付だ。経済が悪い時には減税、そして給付金は当たり前。お金を回せなければ国民が弱ってしまうから。世界では当たり前の経済政策。たとえ国民が弱ろうと、自分たちが裏金ネコババできれば全く問題がないというような貴族、そのような貴族が生息している場所が国会です。みんなでひっくり返してやろう。この国の最高権力者、あなたと力を合わせていきますよ。裏金やめろ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 裏金ネコババやめろ裏金ネコババやめろ裏金ネコババ犯罪です。裏金ネコババ犯罪です。ネコババやめろネコババやめろネコババやめろ裏金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 やめろ。